歴史を紐解けば未来が見える大人の世界史チャンネル、中島浩二です。河合塾のカリスマ講師、世界史の青木先生です。よろしくお願いします。お願いします。アートをずっとやっておりますけれども、18世紀。そうですね。はい、まあ、この後19世紀のフランスを中心とした絵画の流れやっていくんですが、その前史として、まあ、18世紀の後半に、まあ、フランスを中心に起こったですね、ロココ様式について、まあ、ワンコメント。はい、これまで話してきた、まあ、17世紀中心としたのはバロック、はい、豪壮華麗、はい、まあ、建物でいうとベルサイユ宮殿、これに対してね、18世紀の半ば以降にロココ様式っていうのが流行る。まあ、特色を一言で言うと繊細で技巧的、バーンとしたバロックに対して、はい、もうちょっとね繊細にやっていこうよ、まあ、よくありますよね、音楽の分野でも何でもね。なるほどなるほど。でそのロココ様式を代表する、繊細で技巧的なロココ様式を代表するのがバトーという絵描きさんで、まあ、さっきのねルーベンスとかベラスケスの絵に比べるとちょっとちまちま感がありますよね。ただ絵はやっぱりねすごく綿密で、細かい色彩が本当にね細やかに描かれてるんですね。この絵はシュテール島への巡礼という絵で、はい、シュテール島というのは恋人たちの島なんですね。で愛し合う恋人たちがその島に、まあ、巡礼に行くと、でなおさら一層愛を深め合うと。でそのバトーさんに続いて今度はフラゴナールという画家さんが登場する。わあ、これはまたすごいですね。繊細でしょやっぱりね。拡大してもねやっぱり絵がにじまないんですよねこれね。もしかしたらあれかもしれないですね、その絵の具とか筆とか、そういうところの技術革新があったかもしれないですね。僕もそうだと思います。これフラゴナールの描いたブランコという絵なんですけどね、はい、あとでそのフラゴナールの絵でもう一つ有名なのが、はい、読書をする娘という絵で、これもよくね読書フェアとか図書館のフェアなんかでポスターになりがちな絵なんですよね。非常に繊細に本を読む娘さんを描いていると。僕ロココの絵ってあんまり好きじゃないんだけど、この絵は非常にこうなんかいいですよね、読書人として好きですね。そしてもう一人、教科書には載ってないんですが、フランスはブーシェという人の絵ですね。これソファによくてあるラフという絵で、これはすごい。いや基本的に、アートっていうのは、まあ元々はね当時の人が興奮したっていうのはあるんでしょうけど、現代人からすると、って思いますが、これはエロティックですね。これはだって足を開いてらっしゃいますよね。はいはいはい。で多分まあそういうことが好き、そういうものが好きな人からの注文なんだろう。ソファーに横たわるラフ。ラフの絵って、まあ、いっぱいこれまであったんですよ、はい。でもこんな風に大胆に足を開いてる絵ってのはないんですよね。なかなかないですね、はい。そしてそのブーシェさんの作品でもう一つ有名なのがこれポンパドゥール夫人の肖像という絵で、これはでも割と有名な作品じゃないですか。はい、有名な作品 で、 そうですよ、ね、なおかつポンパドゥール夫人という方自身が有名なんです、はい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 、当時の国王だったルイ15世の、まあ、愛人なんですね。で、まあ、言うなればその国王の愛人となって予算を引き出して、はいはい、彼女が文化に投下していくんですよ。で当時 の、 そのフランスってねもう数多哲学者が登場して、はい、でそういった人たちの活動を彼女が支えるんです。で当時のフランスに百科全書っていう本が、まあ、今でいう百科事典ですね、はい、できるんです、まあはい、とある意味当時のフランスのというかヨーロッパの知識、それを集大成したような本なんですけども、その発刊、まあ、めちゃくちゃ金かかるんですけど、それを彼女が国王からその予算を引っ張ってくるんですよ。でそのポンパドゥール夫人が文化を守ったということに感動された横浜のパン屋さんがポンパドゥール夫人という、ああそうなんですか。さっきねポンパドゥールの、 パン屋さんのホームページで確認しました。あ、ポンパドールってありますよね。 ありますよね、横浜にね。福岡にも店ありますけども、はい、でまあこういったねそのちょっとちまちま感はあるけども非常に繊細で技巧的な絵がフランスを中心に発展するわけです。ところがねロッコ様式ってこの後ねダメになるんですよ。衰退していくんですか。なんでかというと、まあ、どっちかというとこういう絵ってやっぱり王侯貴族たちが好んだ絵、ところがそのフランスで革命が起こるでしょ。金持ちだけが喜ぶような絵描いてんじゃねえよっていう雰囲気になっちゃって、革命がやっぱりロコ様式っていうのは完全にこう廃れてしまうんですね。ただそのフランスでは新しい様式っていうのがこの後どんどん出てくるわけ。はいはいはい。やっぱ文化というのが王侯貴族だけのもんじゃなくて
一般市民たちも解放されるんですね。そうするとやっぱり市民たち数が多いんで、そうですね、いろんな知恵が出てくるわけですよ。はい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 、はい。で19世紀のフランスにを中心にそのいろんな、まあ、目まぐるしくというかね、いろんなその絵画のこう風潮というか、流行が生まれていくんですね。はいはいはい。でまず18世紀の末から19世紀初頭にフランスその画壇をですね席巻したのがこうダビドという絵描きさんで、まあゆくゆくはねナポレオンの、まあ、宮廷画家になると。ただ最初のうちは彼は革命の闘士だったんですね。で革命の闘士の中でも一番急進的なのはジャコバン派、あの一員でもあったんです。あの国王の処刑のですね投票の時には彼あのイエスのさあの、ね、ウィーというサインをするんですけどね。その、ダビドなんですけども、最初はねさっきの名前出したのブーシェ、彼のとこに弟子入りするんですよ。で結果としてはブーシェのお弟子さんのとこに弟子入りをして、最初は六様式の絵を描いてたんだけども、革命の荒波が近づいてくる中彼は革命をね描き始めるようになる。あでその前にね、これはあのホラティウス三兄弟の誓いという絵で、はい、あのダビドに代表されるフランスの画壇の風潮で古典主義というんですね。で古典主義というのは2つ意味があって、1つはあのギリシャローマ時代の絵、はい、あるいは彫刻、そういうフォルムで人間を描いていこうと、あるいは、まあ、特に古代ギリシャの時代といったら理性がもてはやされた時代で、はい、18世紀から19世紀のフランスでも啓蒙思想というのが流行るんですね。啓蒙思想というのはやっぱり理性万能、人間には理性がある、その理性に従って我々は生きていくべきで社会もそうあるべきだと。で、まあ、そういった意味でその古典主義というのが流行るんですけども、その、まあ、彼はこれはあの古代ローマのですね逸話を描いた絵で、ホラチウス三兄弟というのがこれからローマのために戦いに行く、はいはいはい、でお父さんに対して誓いを立ててると、もう死んでも頑張ってくるから、するとあの右側に描かれている、まあ、家族の女性たちは嘆き悲しんでいる。ちなみに剣が束ねられてますね、はい、この束ねられた状態を、古代ギリシャの、あ、古代ローマの言葉でハスケス、これはあのファシズムという言葉の語源になる。ちなみにその三兄弟がしているこういう敬礼の、はい、これはもうファシストに継承されているということなんですね。で、あ、これもそうですね、これは独愛を仰ぐソクラテス。ソクラテスが民衆裁判によって死刑に処せられると。でその状況を描いた絵で、これは結構有名な絵で、一部教科書にもね前に載ってましたね、これね。まあ本当にこういう状況だったかわからないけども、ダビドが敬愛する古代ギリシャローマの時代、その、まあ、一風景を切り取ったと。で要はですねフランス革命に突入するわけです。これはあのこれも多分ね全ての教科書に載ってる絵で、球技場の誓いと、あのバスチュール王国が襲撃される直前にですね、国民の代表が集まってきて話し合いをするんですね、国民議会というところ でそこで憲法を作ろうと、それから貴族たちにもあるいは教会聖職者にも課税をしようと、でその動きが弾圧されるんですよ。で弾圧されて弾圧されて、彼らがどうしたかというとベルサイユ宮殿の中の室内球技場に集まって、まあ、昔の教科書ではテニスコートと書いてあったんですけどね、そこに集まって憲法制定の日まで我々は結束するぞと、結束を続けるぞと。ちなみにこの絵のですね前の方、右側の方にあの黄色い服を着た男がありますね。この人ですか、はい、胸に手を当てた男、はいはい、これがロベスピエール。へえ、ね、で、ま、いやその彼の2人ぐらい右かな、手を広げて、一番前面に立ってる男いますね。この人ですか、はい、これ茶色い服を着た、これはミラボーという、これはどっちかちょっと穏健派の男ですね。うん、後々あのフランス革命の、まあ、リーダーシップを取る有名人たちがたくさん描かれてます。本当の人がってことですね。あ、そう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 、まあまあだからまあ、ノンフィクションということですよ、ね。はい、しかもその革命の、まあ、革命の前夜を描いた絵なんだけども、人員の配置がねこうシンメトリーなんですよね。でこの辺もあの理性と調和を重んじる古典主義的な絵画というふうに言われますね。でやっぱそこにいたんですかね、ダビド。あ、いますよ、ということですね、うん、でやっぱ場面を切り取っていくということですよね。ただこの後フランス革命っていろんな危機に遭遇して、はい、でその危機をナポレオンの軍事的天才が突破していくんですね。うん、でこれはダビドが描いた、ナポレオンの肖像画なんですけども、これ完成してないんですよね。全然完成してないです、ね。うん、ただ彼がナポレオンが多分ね30になったかならないぐらいの時の絵です。彼がまだ権力を握る前にナポレオンから注文が来てその絵を描き始める、
でナポレオンって背丈は小さい男だったんだけど、はい、目力がね圧倒的にあるんですよね。じゃあチャイムが鳴りましたんで、はい、ダビドの傑作はこの後。わかりました、はい、次回です。